舐めてるわけじゃない。しかし重量級のボクサーが中軽量級のマックススピードに果たしてついてこれますかね。相手は元世界チャンピオン、遠慮はいらないよな。さすがにスピードは一郎に分がある。さてどうするよ高村。はえ、バカな。いや、これはこんな隅っこでまともに打ち合っていられるか。一発入れて脱出する。カウント。バカな、片手で払いやがった。貧弱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 。どうだ感想は。気分悪いね。死なない程度に手加減された。自分より重い相手にスピード負けするとは思わなかった。化け物だぜあの人は。